皆さんこんにちは。今日は大阪上本町駅にやってきました。以前視聴者さんからおすすめしてもらっていました近鉄お魚図鑑がなんとマルシェのイベントをやるそうです。こんにちは。今日は近鉄上本町駅に来ております。伊勢志摩お魚図鑑を見に来ました。2020年までは専業列車として運行していた列車が引退してしまい、同年3月より伊勢志摩お魚図鑑としてこちらです、運行しております。ちょっと中見てみましょう。どこに売ってるの？お魚図鑑は休憩室になっていました。マルシェじゃない。どうやらマルシェは改札口付近から9番ホームと飛ばしまメモリーで行われているようです。それでも普段立ち入ることのできない電車、貴重な体験ができていると思います。お魚図鑑の窓は外から中が見づらくなっていました。これはなぜなんでしょうか？知っている方ぜひコメントお願いします。ちなみにお魚図鑑という名前だけあって、全部で43種類の海の生き物が描かれているそうです。側面で42種類までは数えられたのですが、1種類だけ行方不明です。どこにいるのかなと探していたところ、車両の正面にマダイがいました。めでたいですね。今回お魚図鑑を見に来たわけですが、飛ばし島メモリーも連結されてきていたので一挙両得といった感じです。電車のラッピングもイタリアのマヨリカ焼きのタイル柄のようでとてもおしゃれです。紅茶家電っぽくもあるかな。これはオリカメです。他にもイルカやジュゴン、灯台など様々な柄が施されていました。それでは飛ばし島メモリーの車両に入ってマルシェを見てみたいと思います。ほら見て、ほら見て、というわけで黒糖きなこ味を購入しました。お願いします。はい、ありがとう。350円です。これが伊賀鉄道で、はい、上野市行きか伊賀上野行きかというのがここから走ってます。こんな電車なんですか？じゃあこれ乗りたい。マグネット販売されます。ちょうど裏目見ていただくと、うわすごい、忍者乗りに行こうか今度ね。ぜひ、いつか乗りに行きましょう。はい、はい、
インコがいい。そんなに大きくなったらね、まだしばらく大丈夫だ。はい。こちら塩味になってます。あ、はい、こちらは2つは醤油なんですが、こちら、塩味になってます。どれがいい？選びたい方です。もう方しか残ってないもんね。じゃあ大きいですね。大きいのはね、もう出てきちゃったんだな。味付け生節。カツオです。余談ですが、今ご紹介しました宮川物産さんの味付け生節。家で食べてみたらとても美味しかったので、インターネットで5個も注文してしまいました。お酒のあてにもすごくいいと思います。さて、普段一般の乗客が立ち入ることのできないお魚図鑑の車内に入ることができたのはとてもいい思い出になりました。また同じようなイベントがあればぜひ行ってみたいと思います。他にも関西地方を中心に鉄道イベントがあれば行ってみたいので、ぜひコメント欄で教えてください。ご視聴ありがとうございました。いいね、チャンネル登録していただけると励みになります。ポチョピタね。